ってきていいですか。大掃除した後だから手がこりっぽいと思う。こんにちは。よいしょ。こんにちは。久しぶり久しぶり。ちょっと遡ろう。こんにちは。病院帰り。あ、疲れ様です。こんにちは。ちょうど休憩時間。いつも思うけどちょっと遅めよね。ご飯食べて。ちゃんと英気を養ってください。こんにちは。ということでこれからお出かけするのでちょっとだけ顔を整えます。メンバーに会うのでちょっとメンバーに会うときちゃんと可愛くしていかないと隣に立てないからね。昨日は素敵な声ありがとう。あ、ありがとうございました。昨日私のファンの人いっぱいいました。嬉しい。昨日ってか最近マジ公演ファンの人いっぱいいて非常に嬉しい。ハッピーです。昨日楽しかった。最高でしたね。なんかさ、それ茂木さんってなんか関わったことほぼなくてさ、じゃあ噂にはすごい面白い最高の先輩って聞いてたから、楽しみだったんだけど緊張すんなって思ってたの。まあ大先輩やしさ、そうなんだけどめっちゃ大好きになりました。大好きになっちゃった。なんかパフォーマンス中の MC で絡むことはほぼ自己紹介ぐらいなんだけど一緒にいられるのね。曲中めっちゃ一緒なんで、なんかペアみたいなめっちゃ多くてすごい大丈夫かなと思ったんだけどめっちゃ良かったです。よいしょ。こんにちは。今後茂木さんともっと距離を縮められるように積極的に頑張っていこうと思いました。今日前髪の調子死ぬほど悪いけど大丈夫そう？こんにちは。身長は茂木さんの方が高いと思う。昨日はなんか茂木さん、おだえり、オカリナがうわ背たっけーって一緒にパフォーマンスしてて思った。身長高いって思ってたから、なんか昨日は割となんか背高めの人多かった気がしたね。ーこの髪の毛長い。これか。茂木さんとグラビア出てほしい。いや、やめてください。茂木さんと並んだら私のスタイルがあまり良くないことがバレちゃうじゃないですか。よいしょ。茂木さんとどんなお話しましたか。
楽屋では結構喋ったんだけど、何の話、くだらない話が多かったけどね。よいしょ。なんかお代理とユニバの話してて、え、どこ出身って言われて、あ、長野ですって言った。え、長野なのになんでそんなユニバに詳しいのつって、あ、ちょっと好きすぎてみたいな話したり、好きすぎるがゆえこんなことになってますみたいな。とかね、それこそなんかYouTuber みたいな、あ、なんかその楽屋での声のトーンとステージでの声のトーンが違うねみたいな、ステージ上だと YouTuber みたいな声だね言われてめっちゃおもろかった。そんなことあると思って、なんかあのインスタの質問、インスタのストーリーで質問集めて、質問とかその話題を視聴者から集めて、それを一個一個答えていく感じの今時の YouTuber みたいな喋り方だねって言って、めっちゃ笑った。そうですかつって、確かにまあハキハキ目ではありますけど、今日髪の毛調子悪いからちょっと元気出ない。こんにちは、困るな。こんにちは、大丈夫、かわいい、ありがとう、優しいね。これからお出かけですか？そう、メンバーとご飯行きます。こんにちは。まあそのメンバーはゆうなちゃんって言うんですけどみんなご存知、服部ゆうなちゃんなんですけどね。なんか岐阜から帰ってきたみたいなんで、前日ぶりに会います。わーい。こんにちは。よいしょ。こんにちは。何食べるの？まだ決めてない。何駅でご飯するかも別に決めてないし、何駅周辺で何を食べるのかも決めてない。とりあえず会おうみたいなノリなんで、全然ね未定です。どう？こんな感じで巻き方こんなんでいいかな。あ、ホワイトデーキャンペーンが始まったから背景がこんなに可愛いのね。
理解、完全に理解した。あーなんか太陽がちょうど暗くなってきちゃった。ちょっと時間がないのでここからサク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 パンダします。メイクよいしょ。こんにちは。喉乾いた。コップ取りに。ちょっと下地取ろう。えい。下地と喉乾いたんでコップ取ってくる。よいしょ。できた。ちょっと水飲もうっと。こんにちは。よいしょ。ケンケンさん、スキーギフトありがとうございます。あ、これホワイトデーのギフトなのかな。ありがとうございます。それ緑茶ね、全然飲む時もある。コンビニで600とかのペットボトルをたまに喉が渇いて買うのね。そういう時は、あ、でもそういう時多分ウーロン茶か玄米茶買うけど、あの特茶とか好きだから。特茶をさ、あんまダイエット目的とかじゃなくて普通に味が好きで買うんだよね。高いんだけど味が好きで、まあついでに体脂肪減ったらラッキーじゃんみたいなノリで買う。止めない方がいいかな。ちょっとヘアアイロンもう一回。ちょっと時間ないのにさ、顔の調子、顔じゃない、髪の毛の調子悪くてなんでこんな片言なんだ、悪くて顔の、違う、髪、あー前髪の調子悪くて全然決まらん。ピエン今日はいっぱい寝たから顔のクマ消えてる気がする。重力心配心公園ベビーとキッズと4人できます。お、ご家族でありがとうございます。次のかな、10日までね、さ公演ないんでね、結構のんびり系です。ちょっとちょこちょこちっちゃい仕事はある、ちっちゃいっていうか短い目の時間の仕事はあるんですけど、こんばんは、こんばんはじゃない、こんにちは。すごい1ギフトがいっぱい来てる。タワーぐらいでかいなこのギフトすごい、サイズが大きいわ。やば、もうホワイトデーの時期か。なんか昨日公園でさ、ホワイトデーの話しててさ、なんかあ、もうホワイトデーかみたいな。バレンタインがこの前だったような気がすんのに。1円タワーみたいな、そんな新しい
システムがあるの。すごいわ。50万ポイントで癒しの時間がもらえる。いやもう最近ねちょっとショールームはねでけえんだよ。その基準のキャンペーンの基準ポイントがでかすぎる。みんなにお願いするにはあまりにも金額がでかい。配る予定はあるの？まあでもなんか14日誰にも会わなそうなんだよな。まあでも時間あるんで10日とかに早めのホワイトデーで A のみんなに配るのはあるかもしれないですね。こんにちは。かわいい、ありがとう。まだまだ全然ほぼすっぴんみたいな状態なんですけど、 お優しい、お優しい、ありがとう。これ書くのめんどくさいからよいしょ、こっちでいいや。仕事じゃないしね。こんにちは。けんけんさん、あ、すごい、ずっと好きだよって流れた。かわいい天使みたいなやつ、ありがとうございます。天使じゃないか、天使のクマかと思ったら手紙持ったクマやった。ジェンタワーギフトのポイントで焼肉ギフト券がもらえる。え、そんなのあんの？ちょっとあの後でちゃんとキャンペーンのあれ見るわ。まだそのショールームのキャンペーンって割とさ LINE でさ詳細を送ってくれるんだけどさ、今回まだ来てないんですよ。いつもねイベント始まってから来るんだよねイベント始まって2日ぐらい経ってから来るから、ちょっとその全然知らなかった今日から始まること。ショールームのサイト見るわ一回。こんにちは、知らなかった、今日からホワイトデー始まってるなんて。始まる前には基本来ないですね。よいしょ、こんにちは。2つのキャンペーンが同時に進行して、あ、そうなんだ。その1円タワーと ホワイトデーみたいな、別なんだ。なるほどね、すごい。さやがわかんないこと全部みんなが教えてくれる優しいね。ショールーム難しいよね。でもショールームさんがなかったら私毎日みんなと配信できなかったから、マジでこのサービスあってよかったなと思うけどね、私としては。はじめまして、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。私としてはあってよかったと思うけど、むずいよな、全部を使いこなすのは難しいなって思う。困った時はそうファンの皆さんに頼るとね、みんなね知ってることだったらすごいすぐ教えてくれるし、知らないことでもなんかすぐ調べに行ってくれて、結局すぐ教えてくれるっていう、あのみんなの行動力ね、えぐい。いつも誰かが無料のギフトを投げてからキャンペーンあるの知る。わ、わかる。あ、知らんギフトやってことはなんかキャンペーンやってんのみたいなね肌きれい、あ、そう、大きいニキビ治りました。みんなやったぜ、ハッピー。よいしょ。今日のしずく、あ、そう、今日しずくですよね。
今日雫やお代理が、いや明日いないのって、あいないよっつって話しましたね。で最近ちょっと思ってるんだけどさ、生まれ変わるならみたいなさ質問あるじゃないですか。で結構お代理になりたいかもってめっちゃ思ってる。なんかあのスタイルと顔かわいい、かわいいっていうか美人とかわいいのその間みたいなさ、素敵なビジュアルじゃないですか。なりたいかもと思って最近ね、急に思った。そう急に思いました。なんかずっと仲良しなんだけど、2人で遊園地行くぐらいには仲良しなんだけど結構じゃない、2人でユニバ行くってさ相当仲良しよね。まあまあ強めの仲良しじゃないですか。でずっと友達っていうか仲良しやったけど、ふとうわなりたいかもお代理にと思って。そうなんであんなそのおもろいんやろな、すごいすごい大好き。なんか日光江戸村の話昨日したら行きたいって言って、すごいもうめっちゃサイトとか調べてくれてたし、フットワークの軽さね。さすがよ、ほんと相当仲良し、待ち時間耐えられん。え、そうなの。あ、しげさん、じめまして。あの、あれなのよね、遊園地ってさ2人ってさ、マジ待ち時間耐えられなかったら地獄じゃないですか。結構ずっと喋ってた、まあ、後半疲れてきた時はなんか2人でみたいな顔してた時もあったけどマジでほぼずっと何かしら喋ってて、あ仲良しやんと思って。あすごい、西日が西日がすごいよ。私の家の窓が西の日を入れるってことがバレるじゃないか。いいんだけど別にバレても。眩い、さっきまでちょっと暗かったのに眩しい。小田さん面白い人すぎてとても好きです。わかる、あのユーモア欲しいよね。絶対人気者になれるじゃん、あの面白さ持ってたら。どんな場所でも、どんな場所でどんな人に囲まれててもあの面白さ持ってたら絶対人気者よ。そうであの可愛さよ、強強いって、誰も勝てない。まぶしい、左目だけ今まぶしい。今日メンバーゆなちゃんに会うだけだから、そんなゆなちゃんと並べるぐらいの顔メイクでいいや。ゆなちゃんちょっとかわいいからさ、ちゃんとちょっとすっぴんで並ぶのはちょっとつらいから。趣があるざます、お代理の配信やないかーい。さえもその固定コメント変えてみよっかな。でもお代理みたいにそんなおもろいのにできないけど、センスないから。私マジでユーモアセンスがないことをね長年悩み続けてきているんだよね。もう15年ぐらい悩んでる。メイクしなくても勝てる。ん？日本語のあれを間違ってるんじゃないか。すっぴんだとゆなちゃんの隣に並ぶのはちょっとあの無理。何回かさゆなちゃんと出かけるときごめんすっぴんなんだけどって言ってるんだけどね。ちょっと辛い
可愛い子が隣にいるのつらいわ。何しも取れんの上手いからそっちに才能取られた。その上手くないんですよ別に。全然一人で喋ってるとよく分かんなくなっちゃう時とかあるし、あ、なんだっけみたいな、結局何が言いたかったんだみたいな時ある。うまくこう風呂敷を畳めない時ある。広げたはいいけどみたいな。15年悩んだら生まれてない、どういうことだ。十分か、 ありがとうございます。おだいりなさん食事の量がいいよ。でもさ、おだいりってさ結局ポテチめっちゃ好きでいっぱい食べてるけど、その太ってないじゃん。よくないさ、あの頻度でポテチ食べたら多分全然横にどんどん行っちゃってたと思う。っていうとおだいりは痩せてないよって言うんだけど、痩せてんのよ。じゃなかったらあんなスタイル良くならんのよ。いいなって思う。ラーメンとポテチが好きであのスタイルだったら敵なしじゃない？敵なしじゃない？マジで。ああすいません、ガシャンガシャンやっちゃった。ゆなちゃん楽しい時間過ごしてくださいな。ね、久しぶりっていうか前日ぶりに会います。だから10日ぶりぐらい、10日ぶりぐらいかな。そんな久してないな10日ぶりって。なんかメンバーと10日ぶりって久しぶりな感じする。しかも同じチームだとなおさら。よいしょ、こんにちは。今何時？10分。15分ぐらいには配信終わりにしようかなって思ってたけど、それまでにメイク終わるかな？危ういですね。全然終わらなそう。さあと5分ぐらいで終わりにしようかなと思ってたんだけど、終わるかな。はじめましてこんにちは。ああ光が眩しい。すいません、ちょっとマスカラ真剣になっちゃった。お仕事頑張ってね。エクステあとどれぐらい持つの？1ヶ月は持たせたいから、今月の20日、いつつけたっけ、2月19とかにつけたから、今月の20日とかぐらいまでは持たせたいけど、20日頃には多分もっとスカスカにはなってると思うね。スカにはなってると。いや今日夜配信ねしないかも。そんな遅く帰ってくる予定ではないけど、なんかお酒を飲んじゃいそうな気がするので、なんかお酒を飲んで配信するのダメだったような気がするんで、
多分やんないです。飲んでなかったらやるかもしれないです思いのほか、あ、飲む感じじゃなかったわってなって帰ってきたらやるかも。顔できた。ちょっとライトが、ライティングがやばいけど、これでリップ塗ったら完成。ちょっと待って、持ち運び用のポーチに必要なもんだけ入れよう。これだけでいっか。お酒好きなの？あんま飲まんけど、人とご飯行った時ぐらいかな。でも飲むの、あの 弱いんで量飲めないんですよね飲めないんですよ。なんかまあ1杯多くて2杯とかですかね、飲んでも。しかも甘いのしか飲めんし、カシオレ、カシオレしか飲まん、いつも。そう、カシオレとかピーチオレンジとか、甘い食事に合わんお酒しか飲めないから、そう、楽しくないだから普段マジ飲まん。月2飲めばいいみたいな ね。人とご飯、一人だとマジ飲まないですね。人とご飯行った時に相手が飲んでたら、まあ、飲まんのもなって感じで飲むぐらいですね。こんにちは。ということで髪の毛もいい感じで、いい感じかな、わかんない。これよく見たら変かもしれんけど、まあいいとして終わりにしたいと思います。とかでランキング見ます。あ、サワーはちょっと炭酸強くてあんま飲めないですね。13位オロロさん、ありがとうございます。12位ズーシミケンスケさん、ありがとうございます。11位タッキーさん、ありがとうございます。10位ドクタケさん、ありがとうございます。9位ナオトさん、ありがとうございます。8位バイクドーさん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位ワサッピさん、ありがとうございます。5位モタさん、ありがとうございます。4位ヤチさん、ありがとうございます。3位ツナちゃん、ありがとうございます。2位トメさん、ありがとうございます。1位はケンケンさん、ありがとうございます。ではまた、ちょっと西日がすごいんですけど、またお会いしましょう。バイバーイ。来てくれてありがとう。またね。